小さいハンドルをコロッと回す、ね、手を開く、しかもそれを手をバーンと開くんじゃない、手は柔らかくふわっと開きます。ここ柔らかく開く、相手に密着するように開く、いいですか。この動きができるかできないかで、相手に力が伝わるか伝わらないかが決します。ここを取りに行きますから、手を開いて、人を開いて、相手の、押し込みを止めてください、はい、取られたら手を開いて、もう一度取られたら人を作って、はい、何やってるかというかね、ちょっとよくわからないかもしれませんが、開いたら手をハンドルを回すように回してるんです。いいですか。どういうふうにしてるかというと、相手の喉元をパッとつくようにして回してます。それが喉元をつくからといって、こうつくと、手の力でつくと絶対動かないんです。腹で止めたら手を開いて、ここにミソがあります。手を開いたところで、相手の手のひらの母子球と小子球、手のひらの膨らみですね、そこにピタッとこう自分の手をくっつけてるんです。そしてこのくっつけたことで、相手の肩とピタッとつながりができてますから、このつながりをくるっと回しています。こんなことあるかいなと思うかもしれませんが、これが先ほど言ったその、ちょっと不思議な動きになります。手を取りに来られたときに、このまま動かしても動いていかない、このままでは動いていかない。ここをピタッとこう相手のここにくっつけてるんです。ちょっと取ってみて、これをピタッとこうくっつけるんです。そうすると肩にこう自分の力がくっついたのがよくわかりますかね。これを回していきます。ここでパッと回していくことが大事。あんまりこれをなんていうかな、体から離れたところでこうやって回しても、体から離れたところでこう回しても動いていけません。自分の体の中心で、で脇を開けたりするともう動いていかない。脇を締めて F1 のちっちゃいハンドルを回すみたいな感じでクッと回します。そうすると回りますから、ピタッと、水の入った袋に水がこうビューッと充満するような感じ。多分拝見してるとちょっとこういうふうにしてらっしゃると思います。これってやっぱちょっとどうしてもここの手の動きがこうなってしまうんで、これはちょっとここ受け入れて、ここ押してない状態、お母さんも押せてない状態、そう、ね、肩でピタッと詰めてるので、これもこう回して、押し返すとこの腰が動いた時点で相手は自分から離れていってます。こうするとコントロールできます。一番自分が強いのはこの骨盤の上にまっすぐ乗ってる状態、重力を自分の体に一番自然に浮いてる状態が強いですから、この姿勢は崩さないんです。ボール、ハンドボールぐらいのボールが今この手元にあるんです。このハンドボールの丸い球体をコロンと回すんです。腹をパッとこう作って、手のひらをピタッと開きます。そうしてできたハンドボールをくるんと回す、この感じ。これがこっちが先でこっちが後になってる。これが同時にこう、同時じゃん。もうこれがこうなってる。この位置でこう回る。